皆さん、お久しぶりです。スロットバックレールの謎の物語2、ちょっと更新がね、滞っていましたので、ちょっと続きをやっていこうと思います。たまには休暇を取って遠くに旅行してみませんか？いいですね。まあ、温泉なんか行ったりしてね、体を休ませるというのはすごい魅力的ですね。最近もうね、冬なんで、カニ食べ放題とか行きたいですね。カニ食って温泉入って、で、酒を飲みつつ寝る。もう完璧ですね。それをしたい。したいけど、できない。仕事です。はい。日頃のストレスを洗い流す絶好の機会です。洗い流すね。温泉に入って。まあ、そんな息があればいいんだけどね。行きたいけどもね。でも旅行先まで会社からの連絡が入ったりして、もう最悪です。もうその着拒です、着拒。着拒です。本当に。野良猫さん、ちょっとさ、大事な、こう、何、商談が入ってさ、みたいなね、そんな話をされても困るんで、もう着拒です。秘書が休暇を取って出かけたが、ついうっかり会社からあるものを持ってきてしまった。なんかちょっと思い出したけどさ、なんか議員さんがさ、大事な、なんか忘れちゃったけど、会議があるっていう時に、なんか、旅行に行ってた人いませんでしたっけ？なんか女性で。なんか旅行に行っちゃってて あれ、風邪で休んだのに旅行に行ってたのかな？本当は。それはよろしくねえよな、それはよすろぐしく返ねえ。すようにと上司がメッセージを送ってきたので、彼女はその通りにした。あ、優雅な、優雅に旅行していたけども、なんか持ってきちゃっとた。ころが休暇から戻ってみると、彼女は会社をクビにされてしまった。いい君だよ。何がいけなかっ優雅たにの旅行だ。なんかしやがってよ。彼女は会社をクビにされて。なんで？ 頭抱えちゃってるもんね。そんなに悪いことしちゃったんですか？ちゃんと帰らなかったのかな、そのものが。すぐ返すようにって、もう、まあ、どの段階でクビにされたかですよね。持ってきてしまった段階で、ああ、もうあいつクビだわってなったのか。でもまあ、返すように言ってるわけだから。なんだろうな、現金を持ち出してしまって、あ、そうか、あるもので調べましょう。あ、あるじゃん、現金を持ち出してしまって、すいません、うっかり会社のお金持ち出しちゃいました。もうそれじゃ許されないので クビですけども。まあ違うか。すぐに返すように言ってね。まあそれは言うけども、現金だったら。現金ではなかったんだ。怒るとしたら、じゃあ上司の私物。まあ俺のボールペン持ってっただろうっつって。あのボールペンじゃないと俺調子が出ねえんだよみたいなね。いい違うえ。か。なんでしょうね。なんだろうな。会社の備品、上司の名刺。名刺ぐらい別にね。名刺持ってったぐらいで、名刺は配るもんですから。上司の印鑑。ああ、印鑑。印鑑は大事だな。印鑑は大事だわ。それが、いいえ。そのハンコがないとっていう時あるもんね。どれだよ。会社の備品。備品ってもう何かわかんないけど、いっぱいあるから。あ、これか。備品って言ってもいろいろありますから。秘書は会社からある場所の鍵を持ってきてしまいました。その上司の部屋に入るための、上司の部屋っていうか、そう、上司の仕事部屋みたいなところに入るための鍵持ってっちゃって、入り口、ロッカー、郵便受け、非常口、金庫の鍵。いいえ。そんなも知らせるもんじゃないしな。確かに。鍵か。入り口の鍵を持ってっちゃって、いや、もう入れないんだけど、って。違うか。いいえ。俺でもそれね、ありますよ。自分の職場の 鍵をね、まあまあ、ちょうど鍵をね、渡しとくのを忘れちゃっててね、俺が持ったまんまで、
仕事が始まって誰も職場に入れないっていうそういう状況になったことありましたけど、そういうのはねよろしくないです。それも完全に俺が悪かったですからね。あーそうだな、なんだろうね、あなんだろうねじゃない、もう分かってるね。ちょっと飲み会帰りで頭が働いてません、まだ。そうだね、どれだろうな、郵便ロッカー、ロッカーの鍵。いいえ、郵便受けってあったけどさ、郵便受けに鍵なんてあ、ついてんな。郵便受けか。はい、それは会社の郵便受けを開けるための唯一の鍵でした。郵便受けを開けるための唯一の鍵。なんで郵便受けを開ける鍵を。あ、なるほどね。鍵を持ってきてしまって、それを送り返したけど、普通そういう郵便のやつってさ、郵便受けに入るじゃないですか。でも郵便受け鍵かかってるから、ちゃんと、その送れなかったところかな、そういう結末でしょうか。上司はそのあるものあるもの受け取ることができなかったってことだよね、多分。その郵便受けのもう郵便受け自体がもう閉まってるから、どうしてもあるものを受け取れませんでした。そういうことですね。会社はとちゃんと会社はさ、ちゃんと仕事ができましたか。大企業ではないでしょ、多分大企業ではないんじゃないかな。関係ない、関係ないですか、関係ないですか。どうしましょうかね。彼女休暇から、まあその上司がね、そのクビにしたきっかけというかね、上司もクビになってるな。どういうこと？どういうこと？それ何？それどういうこと？いいえ。上司もクビになっていた。彼女は会社をクビにされてた。今日休暇から帰ったら、君はクビだよって言って。なんで私をクビにするんですか？安心してください。私もクビですよと。上司もクビ。連帯責任。まあいいか、もう回答しよう。どういうことか、もう大体分かったでしょ、皆さんも。要するに、秘書はメッセージを見て、もちろん、逃げ出した。一目散に逃げ出した、その場を。すぐに対応、もうそうです。あ、やばいやばいって。鍵を送んなきゃいけない、鍵を。秘書が送ったあるものは、郵便受けに届いたんでしょうね。でも、送られてきたあるものは、郵便受けに入れることはできるけど、その郵便受けを開けるための鍵か。なるほどね。じゃあもう一生取り出せないわけだ。ぶっ壊さないといけないわけだ。取り出せなかった。そういうことだな。あるものとは、鍵です。以上です。正しいようです。なるほどね。そういう結末でしたか。首はひどくない？笑い話じゃないの？笑い話。あれ開けらんねえやつって。あれそういえばさ、あいつが持ってった鍵って郵便局の鍵だから、あれこれも開けらんないねえつって笑い話じゃない。笑い話になるじゃん。帰ってきたらむしろクビにするっていうか、もう本当にもう、会社一の笑い者ですよ。うん。何やってんだよ、お前って。でも秘書だからな。秘書ってことは結構なんか、ちゃんとした仕事だから。そんな笑い話はできないから。秘書は一本しかない会社の郵便局の鍵を持ってきてしまった。なんで一本しかねえんだよ。一応予備とか作っとこうよ。それだけならよかったが、その鍵を郵送してしまったものだから大変だ。鍵のかかった郵便受けの中に、その郵便受けを開ける唯一の鍵が入ってるという笑えない事態。笑えませんか？小包に送ればよかったのか。よほど大切な郵便物があったのだろうか。休暇から戻った秘書は即刻クビとなってしまった。ひどいわー。それも、それ、一個でクビになるのはちょっと、いただけないですね。郵便受けの鍵を
郵便で送ってはどうにもなりませんね。送った後に気づかなかったのかな。ね、なんか小包とかでなんか送る感じの方が良かったんじゃないですか。てんてんてん。そう、お分かりですね。必ず手渡しされる書き留めで送ればよかったのです。あ、書き留めか。書き留めって言ってもあるか。そうか。最近ね、マイナンバーが書き留めで送られてきたりしますけど、マイナンバーってのもよくわかりませんね、あれは。あれは絶対なくしますね。うん。絶対なくすと断言しておきましょう、今のうちに。健康に関するグッズや本はよく売れています。嘘っぱちなやつとかもありそうだよな、あんなにあると。それだけ現代人は健康についての関心が高いのでしょう。そうですね。まあでも確かに、うん、まあわかる。年齢が進むにつれて、確かにさ、もう、なんですか、おじさんおばさんが集まるとさ、もうやれ、膝が痛い、腰が痛い。もう手足のしびれとかもう目が見えなくなってきたとかもうそんな話ばっかりだからさ、なんか健康グッズとかまあそういうのはなんかやっぱり、うん、まあ、みんなの話題の中心にはなるからな。いろいろな健康法がありますが、体を動かして汗をかけばそれだけでも爽快なものです。でも汗をかきすぎると脱水になるっていうね、なんかもう本当に表裏一体ですよ本当に。健康と、病気はね、うん、やりすぎは、何事もやりすぎは良くないぞ。しっかり休憩を取りつつ、うん、休養も大切ですからね。歩いて走って。大変そうだな。午後6時、ジョンは時速6キロでウォーキングを始めた。おー、いいですね、この歩き方、このフォーム、いいですね。同時にサムは同じスタート地点から時速18キロで自転車を漕ぎ始めた。やめてもらえますか、本当に数学が苦手だった私にこんな問題を出すなんて。なんか数学のさ、試験とかの問題文でさ、やったらこういうのあった気がしますね。もう問題文こういう出だしで始まってるのもう完全に俺読みませんでした。俺本当に全部勘で答えてました。30分後、2人は同時に停止し、今度は2人とも時速10キロで30分間走った。なんか全然聞いてないけど、何 ?30 分後に2人は同時に停止して、2人とも時速10キロで30分間走った。いや、もう疲れますね。30分走ったの。午後7時、2人は同じゴール地点にいる。ああ。一体、どういうことだろう。ウサギと亀みたいな感じかな。普通に考えたら何、やっぱり、自転車のやつの方が速いわけですよね。でも、でもさ、ちょっと待って、同時に停止し、2人とも時速10キロで30分間、一緒に走ってたんじゃないの？一緒にさ、待って、時速6キロでウォーキングを始め、サムは同じスタート地点から時速18キロで自転車を漕ぎ始めたと。まあ、でもそれで考えたらサムは、結構先にいそうだよね。先にいそうだけども、30分後2人は同時に停止して、2人とも時速10キロで、はあ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 、なるほど、はいはいはい、意味が分かりません。あ、でも待って、午後6時で午後7時でしょ。だから時速、6キロ時速18キロということはですね、仮に円をイメージして考えると、1時間後、ジョンは 6km 地点にいると。で、サムは 18km 地点にいる。まあ、だから、ジョンの3倍ですね。まあ、仮に、1周 6km の、円の、なんていうんですかね、競技場みたいな場所にいた場合、6km でしょ？ 1 周 6km の場所だとしたら、3周ぐらいしたんだよね、サムは。3倍のね。で、30分後、2人は、同時に停止し、今度2人とも、時速 10km で、あ、ちょっとややこしい、ややこしいわ。ややこしいな、これ。3km と、9キロぐらいの場所にいたのかな。3キロで9キロで停止して、2人とも時速10キロで30分間走ると。ってことは 30分後ってことは5キロぐらい進んでるんだよね。だから、いろいろ考えるとこんなにしますよ。まさにそうです。こういうね、こういう時にちゃんと柔軟に考えられる発想力が俺にあれば、こんなに考えなくてもいいんですけども、ことだ
って調べようがなくない？だってもう要するに数学の問題じゃないのこれは。どういうことだろうっていうのは。そうだね。3キロ、9キロ。10キロでしょ？ 5 キロ。わかんない。円の中にいたから。円の中にいたから、だから要するに直線距離で考えたらありえない話なんですよ、こんなの。ありえない話だけども、円の中だったら、どっかで偶然その、同じ、待てよ、ちょっと待って、冷静になって考えよう。同じゴール地点にいるっていうのはさ、それは要するに自転車のやつが先に着いたとしても、別にいいわけだ。後から、その歩いてたやつが、その、ウォーキングを、ジョンがね、後から着いたとしても、同じゴールには絶対行くもん。ね。そういうことじゃないですか。なんかマラソンがしてて、その、同じゴールには絶対行くじゃん。ん？どういうこと？どういうことだ？わからんわー、もう。じゃあ行きましょう、回答。ゴール地点って何ですか？どういう場所にいるんですか？屋内でしょ、どうせ。屋内だと思うんですね。きっと、あ、やっぱ屋内だ。トライアスロンでもしててさ、はい。誰がゴールしたのはある建物の中だったんですよ。建物？建物とは？競技場じゃないでしょうか。多分競技場だと思うんだよね。あ、違うんだ。競技場じゃないんだ。サム、あ！あ、わかった。わかった気がする。あれでしょ。ジムか。ジムにあるもんね。ウォーキングマシーンとかさ、自転車漕ぐやつみたいなのもあるもんね、多分。あるでしょ。スポーツジムだな、これは。はい、悩まされたわ、完全に。二人は同じスポーツジムで一緒に汗を流していました。そういうことですよね。そりゃゴールは一緒だろうよ。一歩も動いてないんだからさ、その場所を。ジョンは何のためにウォーキングをしていた？ジムだから、健康、探索、競争、通勤、登校、犬の散歩違うね。リハビリか健康なんだけども、健康でしょうかね。サムの自転車の特徴は進まない。そう。一歩も進まない。スタート地点とゴール地点の直線距離は 0km です。二人がゴールした地点は、ジム。はい。正しいようです。そういうことか。やられたわ。もうめっちゃ頭の中で計算してたわ。時速6キロってことは、1時間で6キロ進むってことだから、30分だと、みたいなね。半分ぐらいだから、みたいな。そういう計算頭でしてたわ。させられていたわ。二人が同時に着いたゴール地点は、スポーツジムだった。そして、スタート地点も全く同じスポーツジムだった。これはうまい。うまいを乗せられちゃいました、これは、完全に。ジョンとサムは一緒にジムに、トレーニングのためにやってきた。最初にジョンが使ったのはウォーキングマシン。サムはサイクリングマシンをやることにした。体が温まってくると二人は、郊外に出て一緒に30分間ランニングをした。いい汗をかいたところで、二人一緒にジムに戻ってきた。あ、なるほどね。途中30分間は完全にこのマシンでやって、で、あとは二人でランニングしただけか。なるほど。そういうことか。はい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 。なるほど。そういうことでしたか。いい汗流してましたね、あなたたち。スポーツジムには様々な健康器具が備えられています。便利で快適なものですね。ですね。うん。では、ご視聴ありがとうございました。